世界中の映画に出会える10日間が始まる第30回東京国際映画祭。オープニング作品は鋼の錬金術師。オープニングスペシャル空海。感動の名作から大作まで、あなたの好きな映画がきっと見つかる。クロージング作品は不都合な真実2。アニバーサリーイヤーのスペシャル企画やお得に楽しめるイベントもたくさん。注目のアニメーション特集は原敬一の世界。歌舞伎座スペシャルナイトでは市川海老蔵が舞踊を披露。10月25日から六本木他にて開催。 The 30th Tokyo International Film Festival。 チケットは10月14日より発売開始。 You better be there。 皆様大変お待たせいたしました。本日はお忙しい中、第30回東京国際映画祭ラインナップ発表記者会見にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきますフジテレビアナウンサーの笠井慎介です。30回という節目にオープニングクロージングセレモニーの総合司会を務めさせていただくことになりました。基本映画ファンのものとしてとても楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。この会見は YouTube でも生放送をしております。ネット環境でご覧の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。まずは本年の映画祭概要について簡単にご説明させていただきます。30回を記念する今年の開催期間は10月25日水曜日から11月3日金曜の10日間です。祝日文化の日が最終日となります。会場は昨年同様六本木ヒルズ EX シアター六本木ほかにて実施いたします。また映画祭併設のマーケットでありますティフコムですが、今年は10月24日から26日の3日間、今年は装いも新たに池袋サンシャインシティに会場を移しまして開催いたします。このマーケットはジャパンコンテンツショーケース2017の総称のもと、音楽アニメの国際マーケットを連動しまして、アジアを代表するマルチコンテンツマーケットとして年々成長しています。続きまして第30回東京国際映画祭を支えてくださいますパートナー企業をご紹介させていただきます。オフィシャルパートナー木下グループ様、日本コカ・コーラ株式会社様、アメリカン航空様、プレミアムスポンサーキャノン株式会社様、キャノンマーケティングジャパン株式会社様、株式会社ワウワウ様、アウディジャパン株式会社様、その他ご覧の各社の協賛、講演、補助、支援により開催されます。それでは開会に際しまして東京国際映画祭フェスティバルディレクター久松武雄よりご挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。今年から東京国際映画祭、フェスティバルディレクターを務めることになりました久松でございます。本日はお忙しい中、記者発表会見にご参加いただきまして誠にありがとうございます。また平素より東京国際映画祭に対しまして多大なるご支援ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。心より御礼を申し上げます。皆様方のおかげをもちまして、今年東京国際映画祭は、第30回の記念の開催を迎えます。この節目の開催にあたりまして過去の29回を振り返り、これから行くべき道をどうするか、これをですね、スタッフみんなで議論をして一つビジョンという形で策定して、まあ、3つのキーワードを掲げることといたしました。その3つのビジョンがというかキーワードがこちらになります。最初はエクスパンシブ、映画を見る喜びの交流ということで、これはより多彩で多様なプログラミングを用意して誰もが参加したくなるような祝祭感あふれる映画祭にしたいという思いを込めました。次がエンパワリング、映画人たちの交流の促進ということで、まあ、交流の促進につきましてはこれまでもずっとやってきましたけども、今年さらにですねこれを推し進めていきたいという思いです。それから最後にエンライトニング、
これは映画の未来の開拓ということで、ちょっとまあ大げさな表現ではありますけれども、まあ、映画のクリエイターたちを育てていったりとか、将来のクリエイターを育てたり、あるいはこれからの映画ファンを育てていくというその一助になりたいという思いを込めました。でこのビジョンに基づきまして、これまでのプログラミングを強化したり、あるいは新たなプログラムを付け加えました。最初に映画を見る喜びの共有のところですけれども、まずはミッドナイトフィルムフェスということで、これは10月28日の土曜日の夜にですね、6つのスクリーンをいっぺんに開けて、6つのテーマ、ホラーであったりとかアニメ、それから音楽もの、そして女子会もの、それからですね、若手の監督たちが短編を競うですね、シンパというこの6つのテーマをですね、一挙にオールナイト上映をやるということで、すごく映画祭らしい楽しいイベントになるのではないかと思っております。それからゴジラシネマコンサートということで、これは最近話題になっておりますけども、生のオーケストラで映画を上映するというですね、とても新しい映画の楽しみ方だと思います。音楽の力を十分に感じさせてくれる、その生のオーケストラの迫力で、この1954年の第一作のゴジラを見るファンの方にはきっとたまらないイベントになると思います。それからシネマアリーナ30、こちらはですね、アリーナ、まあ、今までもこのアリーナで野外上映をやってきましたけども、今回は30回ということでですね、映画祭の期間を通して約30本の映画をですね、一気に野外上映を無料でやると。これはですね、タイタニックとかアルマゲドンとか、あるいは初恋の二道みたいなですね、 TIFF で過去に上映した作品をここで一挙に上映をしていきます。まあ、イベントがないときは必ず何かしら野外上映をやっているという状態になります。それと同時にですね、映画関連のグッズを販売するテントがあったりとか、あるいはジャイアントホットドッグ等ですね、食べ物のキッチンカートも並べて、まさにこのアリーナがですね、通期の映画館会場の一つとなるという形を目指しました。それから、昨年好評でしたタワーライトシネマ、こちらも今年も芝公園の方でやりまして、3本の映画を上映することになっております。そしてですね、いろいろとこのキービジュアルはご覧になったと思うんですけども、今回ですね、30回ということで祝祭感というものをですね、出したいという思いで、佐々木宏さんをクリエイティブディレクターに、そして浜辺明宏さんをアートディレクターに迎えまして、蜷川美香さんの写真をベースにしたキービジュアルを作っていただきました。お願いしたのはですね、東京という言葉と祝祭感、この2つのキーワードでしたけども、本当に見事にこちらの思いをですね、表現していただけたと思って、とても満足しているキービジュアルでございます。祝祭感もすごく出ているというふうに思います。それから映画人たちの交流の促進ということで、一つはアリーナ、それから大屋根プラザ、そしてヒルズカフェ、これを3箇所ですね、交流のハブとして決めてですね、それで今回またヒルズカフェの方では、これまでは特定の人しか入れなかったんですけども、今年からはバッジを持っている人は誰でも入れるような形にして、映画を作る人たち、それからプレスの方々、そして映画ファンの方々がいろいろと交流をする機会を得てですね、そこでいろんな将来の映画制作の話だったりとか、いろんな交流とか未来に向けてのコラボレーションが始まる機会を促進していきたいという思いでこれを企画しました。で最後に映画の未来の開拓というところで、ティフティーンズ映画教室というものをやりました。これは夏休みの間にですね、23人の公募の中学生たちを集めて、これが4つの班に分かれてですね、役割分担から企画も含めて自分たちで話し合って映画を作ることを体験するというですね、非常に面白い企画で、参加した子どもたち、僕も何度か現場に行きましたけども、本当に最初はこうもじもじとしてた中学生たちが、最後にはですね、すごく意見を戦わせてですね、本当になんか映画を作る喜びを
体験しているという感じで、きっと忘れられない夏になったんじゃないかなというふうに思います。素晴らしい企画だというふうに自負しています。この作品とですね、メイキング映像を、東京国際映画祭の中でもお披露目上映しますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それからマスタークラスということでですね、ここに挙げております河瀬直美さん、それから坂本龍一さん、反文俊さん、文彦さん、それから、ブリランテ・メンドーサ監督、これはカンヌで監督賞も取っているとても有名な監督ですけども、この世界で活躍する4人の、クリエーターの方々に、セミナーをやってもらって、若い、クリエーター、あるいは将来映画を目指したいというですね、こういう人たちのための場を設けさせていただきました。それから、トリビュート・トゥ・ミュージカルということで、これはまあちょっと僕のこだわりでやらせてもらった企画なんですけども、本当はトリビュート・トゥ・シネマということで、これ今更なんでこういうのをやるのという意見もあるかもしれませんけども、やはりですね、心に残るような名作を映画館という環境の中で繰り返し上映することで、映画の魅力だったりとか映画を見る喜びをもう一回確認してもらって、それを例えばお子さんを連れてくるような形で次の世代にも伝えていくと、これ大事な、その将来の映画ファンを作っていくという大事なミッションの一つと思って、この企画を実施させていただきました。それからですね、今回、これまでのありがとう賞に代わりまして、東京ジェムストーン賞というものを新設で用意しました。これはですね、コンペに関わらず参加した全作品の中から、それも主演でも助演でも構わないんですけども、ジェームストーン、宝石の原石、のような輝きを放つですね、若手の俳優の方数名を、これは日本とか海外を問わずですね、を見出してですね、これを検証して世界に紹介していくということで、この賞を設けました。受賞者に関してはですね、クロージングセレモニーの中で発表をさせていただきます。それから侍賞ですけども、これは今年も同じようにやりまして、今年はすでに発表の通り、坂本龍一さんの受賞ということで決まりました。そしてトロフィーなんですけども、今年からですね、東京の伝統工芸である江戸切子のデザインをしたトロフィーに変更することにいたしました。コンペ部門すべてです。でこれで受賞された方はですね、このトロフィーを持って帰って、このトロフィーを見るとですね、東京を思い出すということで、これもなかなかきれいなトロフィーに仕上がると思いますので、ぜひ、現場でまだ物はできてないんですけども、授賞式の時にぜひご覧になってください。以上でですね、今回新たに取り組んだ内容について、ご説明いたしましたけども、これから担当者の方からそれぞれ説明がありますが、これまでのレギュラーの部門に関してもですね、非常にバランスの取れた良いプログラミングになっているというふうに思います。全体としてはですね、かなり充実したプログラムをご用意できたのではないかというふうに思っております。ただこれが映画ファンの皆さんに届かなければ何もならないわけで、そういう面でいうと、ここにいらっしゃる皆様方のご支援ご協力が成功のため不可欠でございます。今回30回という開催に甘えさせていただいてですね、これまでより以上のご支援ご協力を賜れればというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。久松さん、ありがとうございました。ただいま久松フェスティバルディレクターから説明のありました TIFF ビジョン30の詳細につきましてはお配りしております資料の方にも明記しておりますので、そちらをご参考にしてください。また今年は賞の方でも新たに最優秀脚本賞プレゼンティッドバイワウワウを新設いたしました。そちらについての詳細も資料の方に明記してございます。それでは本年度のオープニング作品第30回記念オープニングスペシャル並びにクロージング作品を発表させていただきます。皆様スクリーンをご注目ください。空前絶後の超大作プロジェクト、ついに始動。史上
大冒険が始まる。空海。あの伝説的なドキュメンタリーから10年、地球環境は悪化し続け、頻発する異常気象は世界の人々の生活を脅かしている。 Storms get stronger and more destructive. Watch the water splash off the city. This is global warming. なぜ地球は放置されてしまったのか。 And because of who we are as human beings, the outcome is foreordained.And it is right to save the future for humanity. If you could see me, the next generation would be justified in asking, what were you thinking? If you could feel me, we'll feel you. That includes a promise to cancel billions in climate change spending. Our plan will end the EPA. 放置された地球に何が起こっているのか。不都合な真実2、放置された地球。 It is right to give hope to the future generation. いかがでしたでしょうか。今年のオープニング作品はワーナーブラザーズ映画配給鋼の錬金術師、全世界シリーズ累計7000万部の国民的コミックを実写で映画化した作品です。日本映画がオープニング作品となるのは10年ぶりなんですが、先ほどの予告編は完全に出し惜しみでございます。とにかく CG のスペシャリストの反り監督らしく、映像ビジュアル完璧でございまして、ハリウッド作品超えるんじゃないかというような大迫力、そしてクオリティの高い映像の仕上がりでした。あとはストーリーがどうなっているのか、本編を見るのがとても楽しみです。主題歌はミジャさんの駆け下ろし曲、君のそばにいるが決定しております。監督をはじめ出演者の方々がオープニングイベントに登壇予定です。そして第30回記念オープニングスペシャルは、東宝角川共同配給、日中共同制作映画史上最大のビッグプロジェクトと言われております空海のフッテージ上映です。原作は夢枕幕、そして監督チェンカイコーによって制作された本編を東京国際映画祭オリジナル映像としてフッテージ上映、世界初お披露目いたします。ぜひご期待ください。そして今年のクロージング作品は東亜ピクチャーズ配給のボニー・コーエン監督、ジョン・シェイク監督の不都合な真実2、放置された地球です。アカデミー賞入門を受賞しました。1作目から10年経ちましたが、出演のアルゴア元アメリカ副大統領が来日しまして、クロージングセレモニーに登壇予定です。それでは第30回東京国際映画祭コンペティション部門の発表に参りましょう。本年は88の国と地域から1538本の応募がありました。厳選なる選考を終えた15作品が今年はグランプリを競います。コンペティション部門の審査員はこちらの方々でございます。審査委員長は大ヒット作逃亡者でアカデミー賞ゴールデングローブ賞の助演男優賞を受賞、2005年のカンヌ国際映画祭では自身が監督制作を務め出演もしましたメルキアデス・エストラーダの3度の埋葬で男優賞を受賞するなど、映画監督としても評価の高いトミー・リー・ジョーンズさん、委員長です。審査員としてフランスから2008年のセラフィーヌの庭にて、セザール賞で作品賞、脚本賞、撮影賞をはじめ7部門を受賞しました映画監督のマルタン・プロボさん。イランからは2015年より自国ファジル国際映画祭のディレクターを務め、第39回モスクワ国際映画祭で審査委員長も務めました映画監督のレザ・ミル・キャリミさん、そして中国を代表する人気女優の一人であり、昨年第73回ベネチア映画祭では審査員も務め、近年では映画監督としても活躍するビッキー・チャオさん、日本からは今年のジャパンナウ部門上映の河瀬直美監督光に主演、多くの海外作品への出演などで世界でも高い評価を得ている俳優の永瀬正敏さん、以上5名の方々でございます。それでは2017年コンペティション部門の作品をプログラミングディレクターの矢田部義彦からご紹介させていただきます。矢田部さん、よろしくお願いします。
矢田部でございます、本年もどうぞよろしくお願いいたします。すいません、ちょっと一歩前に出させていただきます。コンペティション作品ですけれども今年は15本、でございます。久松フェスティバルディレクター就任当初からエンターテインメントとアートの融合を掲げてまいりましたけれども、コンペティションもその旗印のもと実にバラエティに富んだ作品が揃ったと自負しております。全体の傾向を一言だけ申し上げますと、昨年から今年にかけまして海外の映画祭などで見ている作品を、から感じたことなんですが、少しずつ社会の状況を描く作品から個人の内面に切り込んでいく作品が増えてきたのかなという印象を個人的に持っております。今年のベルリンカンヌを通じてもそんな印象を抱いたんですが、東京の選定を行っている過程でも、あ、これいいなと思う作品が個人の生き方あるいは心の内側に迫る作品が多かった。個人的には女の生き様、男の生き様という副題をつけたい、そんなコンペティションの15本です。ワールドプレミアが8本ございまして、世界初お目見えも多いというところもご注目いただきたいというところでございます。1本ずつ作品ご紹介してまいりたいと思うんですけれども、地域別にちょっとご紹介しますので、お手元の資料と順番がちょっと異なっております。画面に注目していただけたらと思います。最初はフランスから参ります。マリリンヌという作品で、もういきなり女性の名前を冠したタイトルですけれども、マリリンヌという若い女性、女優志望の女性が、女優になれるかどうかというキャリアの入り口を描く作品です。監督のギヨーム・ガリエンヌさんはフランスでも有数の人気俳優ですが、今回は監督に専念して1本目の監督作品、不思議なママにメルシーという作品で一世を風靡しましたが、役者を知り尽くしたギヨーム・ガリエンヌ監督が新人女優の魅力を遺憾なく引き出した作品でございます。続きまして、まだフランスなんですけれども、スパーリングパートナーという作品で、こちらはボクシング映画です。マチュー・カソビッツですね、審査員長じゃありません。フランス映画でボクシング映画なんですけれども、彼がマチュー・カソビッツが引退間際の、ボクサーを演じております。でマチュー・カソビッツ自身がかなりボクシングに入れ込んでいるらしく、今年本当にアマチュアのリングにデビューしたということも報道されてましたが、引退間際の負けが込んでいるボクサーが家族のために最後の勝負に出るという物語で、まあ、これだけ聞くと本当にボクシング映画の王道のような物語なんですが、本作は非常に温かい家族愛の物語でございまして、幅広い層に愛してもらえる作品だと思っています。お隣イタリアに参りまして、ナポリ輝きの陰でということなんですが、ナポリはですね、その、まあ、マフィアですとかカモラの本拠地ということで、ナポリのそういう状況を描くイタリア映画がたくさんたくさん作られておりますが、この作品ナポリ近郊が舞台ですが、マフィア映画ではなくて、その低所得者層が暮らす一帯からの、脱出を目指すお父さん、一家のお父さんの話です。画面に映っている娘さんが歌がうまくて、お嬢さんを歌手デビューさせることで今の生活から脱出しようと、そのお父さんの心情を非常に独特のリアリズムで迫る、リアリズムが独特の迫真のドラマです。そして、ドイツに参りまして、マルガレーテ・フォン・トロッター監督の新作がワールドプレミアでお届けできます。ハンナ・アーレントで、改めて存在感を発揮しましたニュージャーマンシネマの一人、マルガレーテ・フォン・トロッターですが、それこそローザ・ルクセンブルグからハンナ・アーレントに至るまで彼女はとても個性的で力強い女性を今まで描いてきました。新作はニューヨークを舞台にした英語の作品なんですが、この2人の女性が火花を散らして対決するという素晴らしい女性映画に仕上がっております。お隣のルクセンブルグに参りまして、ルクセンブルグ映画というのはなかなか珍しいんですが、こちらは、スリラーですね。とても一風変わった、スリラーで、まあ、ある農地に流れ者の男がふらりとやってきて、そこで仕事を得ながら村に、溶け込んでいくんですが、男には秘密があって、どうもこの村自体おかしいぞというところから、奇妙なスリラーに、なっていきます。終盤は非常に、びっくりする展開が待っておりますので、お楽しみにしてください。北に参りまして、北欧はフィンランドからです。ペット安楽死請負人という、まあ、非常に強烈な男が出てきます。表向きは自動車整備工なんですが、裏の家業としてはペットを安楽死させる、業務を受け負っていると。で、まあ、本当は殺さなければいけなかった犬を殺しきれず自分のペットにしてしまったことから歯車が狂い始めると。でそこにちょっと社会問題が絡んできて、実に、奥深いといいますか、強烈なインパクトを残すスリラーというよりはこれハードボイルドと呼びたいと思います。そして、北欧から東欧に参りまして、ブルガリアのシッピンナールーム、こちらは打って変わって、
まあ、しっとりとしたじっくりとした人間ドラマです。内容はなかなかちょっと説明難しいんですが、一つ言えるのはとても映像の力や映画の力を改めて認識させてくれる作品で、映画ファンのこれは胸や心に、染み通るのではないかと思います。とても温かくて、希望の込められた作品です。少し西アジアの方に参りまして、ジョージアからの作品です。でジョージアという国は、制作本数自体はそんなに多くないんですけれども、毎年必ず、海外の映画祭を賑わす作品が生まれていきます。本当に目の離せない国でありまして、その、泉の少女ナーメという作品もこの一本だと思います。東京がワールドプレミアになりますが、見どころは何といっても、映像美です。内容としましてはファンタジーとリアリズムが融合したような内容で、癒しの泉を守る一家がいて、その後継ぎ少女であるナーメが主人公で、彼女がある人生の選択を迫られますが、とにかく息を呑むような映像美、大画面で堪能していただきたいと思います。また少し、西アジア行きますが、トルコの作品ですね、グレイン。これはセミフ・カプランオール監督の新作です。でカプランオール監督はトルコではヌリビルゲ・ジェイラン監督と並んでトルコを代表する今や巨匠の一人ですけれども、前作はベルリンでグランプリを受賞していますね。で今まではその自然主義的な映画が多かったんですけれども、今回は打って変わってモノクロのディストピア SF 映画ですね。びっくりしました。滅亡の危機に瀕している人類を救うべく、人類を救うかもしれない粒、小麦の粒を探しにある教授が旅に出るという物語で、まあ、その移民問題ですとかエコロジー、あるいは宗教や科学といったような現在の事象が詰め込まれた哲学的な SF で、まあ、SF といっても惑星ソラリスとか2001年宇宙の旅とかそっちの系統にある作品だと言えます。で主演がジャン・マルク・バールさんですね。 ですが映画は英語映画です。でジャン・マルク・バールさんといえば、特別上映で、ドルフィンマンというジャック・マイ・ヨールのドキュメンタリー映画が上映されるんですけれども、そちらのナレーションも、グランブルーでジャック・マイ・ヨール役を演じたジャン・マルク・バールさんがナレーションをしているということを付け加えておきます。お隣いきます。イランですね。ザ・ホーム父が死んだ、イラン映画は本当にがなり合う会話の中から家族の物語が見えてくるという作品が多いんですけれども、こちらも、そういう流れの一本で、お葬式ものですね。で父の遺体の処分をめぐって、事態が混迷を極めていくという作品です。80分という尺の中に見事にドラマが詰まった、見応えのある家族スリリングドラマとでも言いましょうか。お楽しみにしてください。そして中央アジアですね、カザフスタン。カザフスタンも映画大国です。イサバエバ監督はですね、ジャンナ・イサバエバ監督は非常に今カザフスタンでも注目されている女性監督の一人で、前作は東京フィルメックスのコンペで上映されてますね。スベタという作品も、これも女の生き様が凄まじい作品で、耳の聞こえないスベタという女性がロアの方の働く工場をリストラになってしまうんですが、彼女は家族のために今の職を失うわけには絶対いかないということである手段に訴えるわけですね。彼女はとんでもない悪女なのか、苦境を生き延びるサバイバーなのか、その判断は見る者に委ねられるわけですが、このスベタという女性のキャラクターが強烈です。で映画の9割5分、ほぼ10割が手話です。ご注目ください。そして東アジアに近づいてまいります。マレーシアからエドモンド・ヨー監督のアケラット・ロヒンギャの祈りという作品で、副題からさせていただけるようにロヒンギャの難民の状況を背景に、ヒロインの少女のラブストーリーも絡めていく、とてもリアリズムであり、そして、ポエティックでもあるエドモンド・ヨー監督の本領が発揮された作品です。エドモンド・ヨー監督、前作もコンペで紹介しましたが、本当にアジア期待の大器だと思います。ご期待ください。アジアの大気といいますと、もう一人おりまして、中国映画に参ります。迫り来る嵐、こちらは監督1本目なんですけれども、非常にダークなダイナミズムあふれる中国ノワールです。90年代の経済成長まっしぐらの、中国なんですが、忘れられていく工場地帯を舞台にしたノワールですね。もう本当にこの絵の通りなんですけれども、素人なんですが事件捜査に、はまりすぎて、だんだん正気と狂気の境が分からなくなってくる男を見事に描いております。ド迫力の作品です。ご期待ください。そして日本に参ります。まず最低ですね、
こちらは是々高久監督の新作をお迎えできることは僕は本当に嬉しいんですが、3人の女性の生き様をまさにこちらも描いた作品です。アダルトビデオ業界を背景にしましたが、母親との関係あるいは家族との関係を真正面から描いていく、素晴らしい人間ドラマ女性映画です。そして、15本目は、ガラリと変わりまして勝手に震えてろ、こちらはロマンティックコメディー、ラブコメですね。ただまあそんじょそこらのラブコメではありません。松岡茉優さんの魅力がもう炸裂して、いる映画です。もうテレビでは人気者だと思いますけれども、映画ではこれからの存在だと思いますが、私は本当にこの作品を見て、こういう言い方はあれかもしれませんけど、もう怪物誕生だなというぐらい、衝撃的なインパクト、鮮烈な印象を残す松岡茉優さんに、注目していただきたいと思います。最低と勝手に振る手を、本当に、タイプは全く違うんですけれども、今年の日本映画を代表するような作品が2本、コンペに迎えられたことをとてもとても、幸せに思っております。以上、非常に早口になってしまいました。本当に毎年申し訳ございませんが、コンペ15本どうぞよろしくお付き合いください。ありがとうございました。ありがとうございました。熱のこもった渡部さんの解説でございました。さて、それでは本日素敵なゲストの方々にお越しいただいております。今お話にございましたコンペティション部門に参加する2本の日本映画、まずは最低から監督の是々高久さん、主演の森口彩乃さん、佐々木心音さん、山田愛菜さん、そして勝手に震えてろから監督の大久保明子さんです。皆さんどうぞステージにお上がりください。どうぞ。お待たせいたしました。それでは、最初に皆様に一言ずつご挨拶いただきます。まずは最低をメガン取りました是々高久監督です。よろしくお願いします。本日はお集まりいただきありがとうございます。この映画は現役の AV 女優の桜真さんの原作小説を映画化したもので、AV というとちょっと偏見的な目で見られるところもあると思うんですが、そういう偏見もですねすることもなく国際映画祭、東京国際映画祭で選んでいただいたことを非常に感謝しています。今日はありがとうございました。ありがとうございます。まずは平凡な日常に飽き足らず AV 業界の扉を叩く主婦を演じました森口彩乃さんです。はい、はじめまして。今回最低という映画で、主婦美穂役を演じさせていただきました森口彩乃です。本日はお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、家族から逃げるように上京し AV 女優として働く女性を演じました佐々木心音さんです。皆さん本日はありがとうございます。AV 女優の綾乃役をやらせていただきました佐々木心音です。本当にこの作品に関わらせていただけて、そしてこの場に立てたことを本当に嬉しく思います。今日はよろしくお願いします。そして AV 女優だった母親に振り回される多感な女子高校生を演じました山田愛菜さんです。はじめまして、山田愛菜です。私はこの作品が初めて、映像のお仕事をするきっかけになった作品になっています。緊張してます。よろしくお願いします。今お話ありましたようにノンノの専属モデルでいらっしゃいまして映画初出演です。そして続きまして、勝手に震えてろ、こちらのメガホンを取りました大久保明子監督です。お願いします。監督を務めました大久保明子です。本日は、このような晴れがましい席に、まさかこのようなささやかな映画がお招きいただけることになるなんてと、大変、緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ最低どころか2本とも最高ということでこちらに選ばれたわけなんですけれども、まずは是々監督、64というですねオールスター大作を取った後に人気 AV 女優の桜真奈さんが書いた短編集を映画化しようと、これはどういったところからでしょうか。プロデューサーの方からですねこういう原作があるんだけどやってみると言われてですね、やってみますと答えてやったんですけど。どこに面白さを感じました。現役の AV 女優の桜真さんが書いた小説なんですけども、いわゆる AV 業界の裏話的なものではなくて AV 女優さんの友人関係であるとか家族の関係であるとかそれを取り巻くこう日常というかそういうものを
緻密に書かれた小説だったので、まあ、今現代日本ではすごくアダルトビデオっていうのはこう日常と非常に近しいものとして、普段の生活の中にあると思うんですね、それまではこう性愛というものはこう別の世界のものという考えが結構あったと思うんですけど、今非常に近しい、存在としてそういう、アダルトビデオがあると、まあ、そういう今の日本の変わったというか現状の中でそういうあの、アダルトビデオに出てる女優さんたちの、これもまた普通の生活なんだみたいなところを描いてみようと思って、作った映画なんですけど、はい、そして3人の女優さんにお伺いしたいんですが、森口さんと佐々木さんは今回 AV 女優の役ということでオファーがあった時のお気持ちを、森口さんから。はい、そうですね、そこ全然意識しませんでした。そうですよね、ただ役がそういう役であったっていうだけだなって私は受け止めてはいたんですけれども、まあ、そういうシーンがある役であったっていうことで、まあ、でもやっぱり覚悟はすごくいる作品だなとは思っていたので、最初引き受けさせていただいて嬉しかったですけれども、撮影が入る前ぐらいになんで引き受けちゃったんだろうと思いましたすいません、ね、はい、正直でありがとうございます。佐々木さんいかがでしたでしょうか。はい、私もともと原作を読んでいたので、その中であの綾乃役は多分真奈さんとも年齢が近いですし、相当あの似ている人物を描いてるんじゃないかと思って読んでいたので、本当にこの話が来た時すごく嬉しかったです。そうですか。単純に本当に楽しくやらせていただきました。そして山田さん、はい、いつもファッションモデルで今回この映画初挑戦どうでした。そうですね、まず映画の現場がどんなの、どういう現場かも分からず入ったので、本当にあのゼロから学ばさせていただいたんですけど、あのいろいろ勉強になったのと、あこういうふうに映画作られてるんだなっていうのを改めて分かりました。そうですか、はい、ゼゼ監督、もともと瀬川監督が若い頃ピンク映画をたくさん撮られていますけれども、そういった経験も踏まえて今回撮影していて何かこう体験したエピソードですとかありますでしょうか。印象に残った部分は。そうですね、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、撮影日数も少なかったんですけど、プールに落ちるシーンでですね、佐々木心音さんがですね脳震盪を起こしてですね病院に担ぎ込まれてしまうという、実際にそういうシーンだったんですけど、シーンの内容が現実が本当に、あ違った、映画が現実になってしまったということがありました。慌てました佐々木さん、本当にすみませんでした。まあ、僕らも準備が万端でやったんですが、はい、生きてます。いろんなことが、ね、あったわけですね。さあそして続いての作品、勝手に震え出ろですけれども、大監督、はい、まあ、芥川賞作家綿谷りさんの原作は、はい、生まれてから一度も男と付き合ったことがないダメダメなヒロインの恋愛物語ですが、この小説を映画化しようと思ったのはどうしてでしょうか。これも、ゼゼ監督と同じく、まあ、実はプロデューサーから、ね、あのこういったあの原作があるんですけどどうでしょうかと差し出されたのがきっかけなんですが、あの綿谷さんの作品は他のものはあの拝読してたんですけど、これはあの読んでなくて、あの受け取った途端もタイトルを見て、あ絶対やると、はい、もう即思ったような次第です、はい。まあ、あの主演の松岡茉優さんは喜怒哀楽がいっぱい詰まって可愛くて情けなくて切なくてバカで、でもとても応援したくなるという大変魅力的な役でしたけども、現場での松岡さんはいかがでした。現場ではすごい集中力の高い方なので、あの割とあの、まあ、この映画ちょっとあのなんていうか内向的といいますか、独特な性格の女の子を演じてもらってるんですけど、そのリアルなヨシカそのものみたいな感じで、あの大変集中している姿が印象的でした。そうですか。コンペティション部門ということで世界の作品と肩を並べて競うわけですが、どんなお気持ちでいらっしゃいますか。いや、もう本当に一報を聞いたときは、え、そんなつもりはみたいな、ところが正直ありまして、あのいつもあの映画を撮るたんびに、あの誰かにとって大事な映画になればいいなという、もうそれだけを祈ってこう撮ってるんですけれども、それがまさかこのようなあの世界の皆さんにご覧いただけて、あの素晴らしい監督たちと作品を競うようなところに並べるっていうのは非常に驚きでした。さて
本日こちらにいらっしゃることはできませんでしたが、勝手に震えてろ主演の松岡茉優さんよりコメントが届いておりますので、ちょっと皆さん両脇にちょっと避けていただきまして、映像をご覧いただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はじめまして、東京国際映画祭コンペティション部門、選出していただきました勝手に震えてろの主演を務めております松岡茉優です。今回初めて映画の主演を務めさせていただきまして、本当にたくさんの思いがあるんですが、大久監督をはじめ、原作の綿谷さんも女性だったりとか、本当にあの女性スタッフが集まって作った作品です。なので本当に全国のこじらせ女子やちょっと背中を押してほしい女の子たちに届けばいいなと思いながら作りました。ぜひたくさんの女の子たちの背中をツンツンと叩けるような作品になっていることを願います。ぜひ勝手に震えてろご覧ください。よろしくお願いします。どうぞお戻りください。大久監督、はい、本当普通ですよね。これはこれは普通です。映画ではもうなんだかこじらせてこじらせてあれは監督がここまでやんなさいっていう感じだったんですか？そうですね、あの撮影前にあの2人ですごくこう話す時間を作りまして、この子ってどういう子だろうっていうことで、あの自分が20代の時に置いてきた自分みたいなところの像をお話しして、したらあの一個一個分かりました、分かりましたということで、当日現れてみたらああなってたっていう感じです。そして是枝監督、同じように世界の作品と肩を並べ競うわけですけれども、どんなお気持ちでいらっしゃいますか？そうですね、まあ、僕も奥さんと一緒で、まあそうですね、たった一人でもこの映画が好きだっていう人がいれば作っていけるなと思ってやってるんですが、まああの何度も言いますけど、アダルトビデオというものが日本の社会の中でどういう位置づけであったりとか、そういうことも含めて今日本がどう変わっていくのかみたいなことを、まあ、世界の人たちに、まあそのまあ、日常の断面でいいんですけど、感じてもらえたらいいなと思っています。森口さん、あの本当にストレートなこれ女性映画と思うんですけれども、はい、AV 女優というお仕事を体験してみて何かこう感じたこととか思ったことありました？はい、AV 女優の私の役はそのまだ染まりきる前といいますか、うん、あの本当にその世界に足を踏み込んでしまった役だったので、実感というものはあまりまだないですけれども、うん、まあ、さくらさんも原作に書いている通り、一度足を踏み入れてしまったら点々点というようなところが映画に描かれているんじゃないかなとは思います。そうですか、はい、まだまだお話をお伺いしたいんですけれども、お時間が来てしまいました。後ほどですね、皆さんにはご登壇の皆さん Q&A で質問もしていただければと思います。ということで、最低から税監督森口さん、佐々木さん、山田さん、勝手に震えてろから大久監督でした。ありがとうございました。拍手でお迎えください。それでは続きまして、アジアの未来部門の発表です。アジアの未来部門は長編映画3本目までのアジア新鋭監督作品によるヤングコンペティション部門です。アジアの未来部門の審査員はこちらの方々です。サン・セバスチャン国際映画祭ディレクタージェネラル、ホセ・ルイス・レボル・リノスさん、ボンフィルムプロダクション創始者オ・ジョンワンさん、そして日本からは昨年ワールドプレミア上映を行いましたアジア三面鏡2016リフレクションズで監督の一人を務められましたエア監督の雪貞勲さん、以上3名の方々です。そして国際交流基金アジアセンター特別審査委員は特別賞審査委員はこちらの方々です。フィリピン大学フィルムインスティトゥート准教授ニック・ディオカンポさん、シネマテイクディレクター松本正道さん、以上お二方です。それでは2017年アジアの未来部門選出作品をプログラミングディレクターの石坂健二からご紹介させていただきます。皆さんこんにちは、ようこそお越しくださいました。アジアを担当しているのです石坂でございます。アジアの未来という部門、こちらはあの今年で5年目という TIFF の中では比較的新しい部門になりますけれども、アジアの新人新鋭監督の、まあ、ヤングシネマコンペという位置づけになります。今年はこの10本が揃いました。
東アジアから東南アジア、南アジア、そして中東まで、国、地域も様々ですし、ジャンルも、まあ、歴史ものあり、ミュージカルあり、それから LGBT ものありという具合に、非常にバラエティに富んでおります。一本ずつの解説はお手元の資料に、の方でご覧いただければと思います。私がここで一言申し上げたいのは、まあ、一つ強調すべきなのはこの10本のうち8本が、ワールドプレミアを出していただいたということでございまして、5年目でこの部門もだいぶ定着をしてきて、東京でお披露目をして、それから世界にというようなことで制作者の皆さんが大変いいものを出してくださるという流れになってきておりまして、これは一つ強調しておきたいというふうに思います。で、ワールドプレミアですと監督さん、俳優さんはじめ皆さんかなり力を入れてお披露目の舞台にということで、かなり豪華な顔ぶれ、多くのゲストの方々がお見えになるのではないかというふうに今交渉中でございまして、こちらの方もぜひご協力応援よろしくお願いいたします。で、この部門の目的といいますか、目標なんですけれども、やはり東京国際映画祭初期の頃にあったヤングシネマというこの精神を受け継ぎながらですね、特に今日 SNS とか Twitter などで映画を見るお客さんが、まあ、安定した評判をまず、見た上で、映画に行くというような行動パターンになっていると思うんですけども、あえてこの部門は、まあ、映画祭全体そうなんですけれども、特にこの部門は、まあ、未知との遭遇といいますか、自分でまず、世界でまだ誰も見てない映画を見て、君が最初につぶやいてみようよみたいなですね、そういうことを一つ特に若いお客さんには、言いたいなというふうに思っております。それから映画祭の内部での循環といいますか、アジア重視、作品重視ということで、まあ、従来からやっておるんですけれども、この部門で、出品していただいた、あるいは受賞していただいたという方をこの部門一つに、収めるんではなくて、例えばその中から後ほどご説明がありますけれども、アジア三面鏡の監督として一本取っていただくとか、あるいは逆に幸貞監督のようにですね、昨年そのアジア三面鏡で監督をしていただいた方にアジアに行って、つまり撮っていただいた方に今度はアジアの若い映画を見て審査をしていただくというのですね、映画祭の中でのセクションを超えた循環みたいなことも一つ継続的にやっていきたいなというふうに考えております。いずれにしてもまだ新鋭新人の作家の皆さんですので、ぜひ皆さんはマスコミの方々のご協力ご支援をよろしくお願いいたします。以上でございます。石坂さん、ありがとうございました。続きまして、日本映画スプラッシュ部門の発表です。日本映画スプラッシュ部門は海外の飛躍を意識し、日本のインディペンデント映画からとりわけ個性が強く独創性とチャレンジ精神にあふれる作品を紹介する部門です。この部門の審査員はこちらの方々です。香港国際映画祭キュレータージェイコブ・ボンさん、シドニー映画祭ディレクターナンシェン・ムードリーさん、そして神なんて知らないで東京国際映画祭日本映画ある視点部門の作品賞を受賞、第19回開催のコンペティション部門審査員も務められました映画監督の柳町光雄さん、以上3名の方々でございます。2017年度日本映画スプラッシュ部門選出作品をプログラミングディレクターの矢田部義彦からご紹介させていただきます。はい、再び失礼いたします。日本映画スプラッシュ部門、非常に今年は混戦激戦でございました。例年以上に、とてもとても悩みまして、素晴らしい作品が多く、最終的に9本になりましたが、20本あってもいけたなというぐらい、今年は大豊作の、年でございました。テーマも様々でございますし、
スタイルも多種多様ということでございまして、全作品コメントしたいところなんですけれども、時間がございませんので、やはり監督のお名前だけでもこちらで呼び上げたいと思います。アイスと雨音、松井大吾監督、昨年コンペでしたけれども今年スプラッシュに帰ってきてくださいました。植田ライオン、尾形孝臣監督、そしていろんなところ、池田明監督、おじいちゃん死んじゃったって森垣博之監督、神と人との間、内田英二監督、オフ・ラブ・アンド・ロー、こちらがドキュメンタリーですが、戸田光監督、地球はお祭り騒ぎ、渡辺博文監督、昨年作品賞でしたがまた今年帰ってまいりました、26夜町、越川道夫監督、そして光の歌、杉田京志監督、いずれも負けず劣らず素晴らしい作品ですので、ぜひご期待ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。私も大好きな部門でございます。さあ、続きまして特別招待作品部門の発表です。先ほど紹介しましたオープニング作品、クロージング作品を中心に、日本公開前の最新映画をプレミア上映する部門でございます。2017年度特別招待作品部門選出作品は、東京国際映画祭事務局長、豊島信重から紹介させていただきます。事務局長の豊島と申します。よろしくお願いいたします。本年度はオープニング作品、オープニングスペシャル、クロージング作品に加えまして、特別招待作品としましては15本の作品が選出されました。なお本日情報を発出となる作品が2本ほどございますので、その作品をまず先にご紹介してまいりたいと思います。こちらには出てますね。1本目が大変人気のあるロックバンドであります、ザ・イエローモンキーの復活劇を描きましたドキュメンタリー、おとときです。こちらの松井監督はですね、この後で報告いたしますアジア三面鏡第2弾の監督にも選ばれている大変有望な監督さんでございます。松永監督ですか。失礼しました、松永大志監督でした、失礼いたしました。はい。それからもう1本目が、もう1ページめくってもらえますでしょうか。こちらにございますが、パンとバスと二度目の初恋になります。こちらは、大変可愛らしい、恋愛、ドラマでございますけれども、こちらの今泉力也監督も映画祭の常連の監督でございまして、こちらの2本が、今年の、東京国際映画祭で本日初めて発表する作品となりました。それらの作品に関しましても、大まかに申し上げると、音楽家、ミュージシャンのドキュメンタリーが2本、それからアニメーション作品が2本、このアニメはいずれも日本に縁の深いアニメーション作品です。それから、特撮もの、日本特撮ものが1本、それから人間ドラマ、こちらが5本、この人間ドラマはいずれも若い、男優女優 の俳優たちが出ている作品ですので、先ほどのジェムストーン賞の対象になる人もいるんではないかなというふうに思っております。それから、海外の映画祭、ベルリン、カンヌ、ベネチア、トロントでいずれも話題になった作品が合計4本、ございます。それから、ハリウッド大作、こちらが1本ということで、合計15本となりました。はい。続きまして特別上映の方に入ってまいりたいと思います。こちらは3本でございますが、先ほど矢田部も申し上げましたドルフィンマン、ございます。こちらはですね、本編の上映に加えまして VR の上映の方も続けてご覧になれるという大変珍しい映像体験となっておりますのでご注目ください。果たし合いは中谷さんのドラマでございますが、日本映画クラシックス部門で上映いたします影武者とともに合わせて見ていただけると楽しめるんじゃないかなというふうに思っております。そしてリミエールでございますが、こちらカンヌ映画祭プログラミングディレクターのティエリー・フレモンさんが愛情を込めて作り上げたリミエール兄弟の短編108本をですねまとめた大変貴重な作品となっております。いずれも注目に値する作品だと思いますのでお願いいたします。はい。続きまして特集上映といたしまして、はい、本年度、アメリカン航空さんのサポートで初めて立ち上げました、アメリカの、映画人にフォーカスを当てた特集上映の第1弾としまして、スティーブン・ソダバーグの世界を、行います。こちらは先ほどの特別招待作品には入っておりましたローガン・ラッキー、最新作ですね、この、彼の復帰作も含めまして4本、ソダバーグさんの作品を、上映していきたいと思っております。なお、監督の、来日は、決まっておりまして映画祭の方にも登壇いただけるということですので、ぜひご注目いただければと思います。以上となります。大変失礼いたしました。ありがとうございました。ソダバーグ特集もなんだかもう見ないといけないような感じになってまいりました。
さあ、そして続きましてワールドフォーカス部門の発表です。2017年度ワールドフォーカス部門選出作品はプログラミングディレクターの矢田部義彦並びに石坂健二よりご紹介させていただきます。よろしくお願いします。はい、ワールドフォーカスにつきましては欧米部分を私アジアを石坂、分担して選んでおります。私からまず欧米の作品についてざっと、ご紹介したいと思うんですけれども、全体としまして、海外の監督の話題の新作あるいは海外映画祭で受賞した 作品、8月末現在で日本の公開がまだ未定の、作品を特集するのが、このワールドフォーカスでございます。欧米部門はカンヌで話題になりました、レッド・ザ・サンシャイン、ジュリエット・ビノシュの、ラブコメディでありますとか、あるいは、キープ・ザ・チェンジという、アメリカの、ラブコメディ非常に特徴のあるラブコメディですとか、トライベッカ映画祭の作品賞ですね。でスイート・カントリーは、つい先日のベネチア映画祭で審査員特別賞を取りましたオーストラリアの作品であるとか、現在開催中のサンセバスチャンで賞を競っているライフ・アンダーシング・モアですとか、本当に注目の作品が多くございます。イスマイルの亡霊たちはカンヌ映画祭のオープニングの作品でありましたが、カンヌで上映したものよりも長いディレクターズカット版をこちらでは上映いたします。そして映画ファンにはたまらないですね、続サトヒロ掘り返せという映画の聖地巡礼をめぐる素晴らしいドキュメンタリーなどにも注目していただきたいと思います。それでは、石坂にマイクを渡します。はい、こちらのラインナップがアジア中東のものになります。考え方は同じでして、海外映画祭での受賞作、現地での話題作、ヒット作、といったものを中心にお届けをいたします。本当にこれもベルリンに入選したものとかですね、ロッテルダムの最高賞のインド映画とか、それからあるいは、真ん中の右端ですね、金城武主演久々の、ラブコメといったようなものもございまして、非常にこれもバラエティに富んでおります。20年前のメイドイン香港のような名作がデジタルリマスターで復元、されているような、そういう動き自体も新しい動きとして、一本、ご紹介できるのを大変嬉しく思っております。はい、それでアジアは今年はですね、特集が4本この他にございます。はい、数年に1回やっております台湾の、特集、台湾でルネッサンスというのはこれ2010年からつけている名前になりますけれども、今年4本、映画祭のグランプリ、それからホラーあり、それからドキュメンタリーあり、それから今年30回の TIFF で記念するという意味で、かつて1995年のコンペに出ました、超級大国民がこれまたデジタルリマスターができたということですので、TIFF を振り返りつつ、もちろん、名作でございますので、こういう上映もあります、という具合に、台湾4本の特集を含むアジアの部分は14本と、先ほどの欧米が10本ですね。はい、以上がワールドフォーカスの全貌でございました。ありがとうございました。続きましてジャパンナウの部門の発表でございます。ジャパンナウ部門は現在の日本を代表する監督作品を映画祭独自の視点でセレクションした部門でして、海外からのお客様にも大変好評の部門でございます。アニバーサリーイヤーの本年は特別編としまして、日本映画界のクリエイターをインスパイアしまして、スクリーンで輝くこちらの現代のミューズ4名、女優の安藤サクラさん、蒼井優さん、満島ひかりさん、宮崎あおいさんを特集いたします。同世代でありながら別々の個性を皆さんお持ちでして、その魅力で日本映画シーンを牽引する4人の女優陣の皆さんです。最新作やターニングポイントなど作品などを上映いたします。さらに女優さんご本人と実際にインスパイアを受けた監督やクリエイターにご登壇いただき、トークイベントも実施する予定でございます。華やかな部門になりそうです。それでは2017年度ジャパンナ部門
プログラミングアドバイザーの安藤光平よりご紹介させていただきます。安藤さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、プログラミングアドバイザーの安藤光平です。ちょっと声が枯れておりますが、お聞き苦しいかもしれません、申し訳ありません。本当の映写機は観客の目と耳であると言ったのは映画監督のジョン・ヒューストンですけれども、映画というものは観客の方の目を通して初めて完成すると言われています。ジャパンナウでは現在の日本を代表する作品というものを、今の日本の今、それから日本の文化、それから日本の価値観といったものをできるだけ、まずは海外の方々に紹介したい、その作ったクリエーターたちを海外の方にやはりお知らせしたい、そしてもう一度日本に帰ってきて日本の皆様方にもその映画を見ていただいて、日本の今、日本の価値観、文化といったものを再認識していただきたいというのが目的でございます。それで今笠井さんからご紹介いただきましたように、今年は東京国際映画祭30周年にあたりまして、銀幕のミューズたち、今ご紹介ありました安藤サクラさん、蒼井優さん、満島ひかりさん、宮崎あおいさんという4人を特集いたします。現在の日本を牽引する女優たちの最新作とかターニングポイントとなったような作品各2本を合計8本上映いたしまして、今ご紹介ありましたけれども、その後には監督たちもお呼びして女優さんとのトークを開催いたしますので、ぜひとも皆様取材その他よろしくお願いいたします。それでは上映します作品をご紹介いたしますけれども、安藤サクラさんは安藤桃子監督、つまりお姉さんですけれどもの 0.5 ミリ、そしてヤン・ヨンヒ監督の家族の国を、上映いたします。安藤サクラさんといえばもう本当に圧倒的な個性、変幻自在な演技力ということがお楽しみいただけるかと思います。それから蒼井優さんですけれども、蒼井優さんは山田洋次監督の最新作家族はつらいよ2、そして蒼井優さんといえば岩井俊二監督を思い当たると思いますが、岩井さんの花とアリスを上映いたします。本当にもうすぐ近くにいそうな親近感と、まるで高嶺の花のようなストイックさを持った両極を持ち合わせたギャップが魅力の女優さんでございます。満島ひかりさんですが、越川道夫監督の海辺の生と死、そして石川慶子監督の愚行録の最近作を2本上映いたします。ほんの少しの仕草だとか微妙な表情の変化、そんなものでセリフを超えた感情とか思いというものを一瞬で伝える、演技力というものに注目していただきたいと思います。そして、最後にご紹介しますが宮崎あおいさんです。イーサヒル監督の怒り、昨年も、上映させていただきましたが本当に素晴らしい作品です。そして、あおいさんは素晴らしいお芝居をされています。それから、これは本当に懐かしい、もう蒼井さんも、すごく初々しいのですけれども、青山真嗣監督のユリイカ、これは長さも長いということがあり、またこの制作会社の問題もあってなかなか、スクリーンで上映する機会が、ないと思いますので、この機会にぜひご覧ください。宮崎蒼井さんといえば本当に魅力はキラキラした表情です。向こうで愛らしい笑顔、そのうちに秘めたなんか悲しみみたいなものを鮮烈に表現できるのは本当にこの女優さんしかいないと思います。日本を代表する女優たち4人の個性と魅力をご堪能いただきたいと思います。さらに、ジャパンナウとしましては、次の7作品を加えて上映いたします。大林信彦監督の新作花固めです。まだ未公開の作品ですけれども、まさに名作で、本当に自由に撮ってらっしゃって、エロチックで美しい、
虚構というものがこれほどまでに真実を物語ることができるのかっていう作品で、まあ、オーバーシーワールドの集大成というべき作品です。大林監督、今あのお体の調子があまりよろしくないのですけれども、上映の日にはぜひいらっしゃるということでおっしゃってますし、俳優の方々もそれではと言って、いらっしゃるようですので、ぜひ楽しみにして、いらしていただきたいと思います。それから次に是枝監督の3度目の殺人です。嘘と真実の間を行き交う見事なサスペンスで、福山さん、役所さん、広瀬すずさんっていう役者も素晴らしいんですけれども、なんといっても、監督の演出ものすごく、これはもう本当に日本の誇る素晴らしい作家だということを思わせます。それを日本に誇る素晴らしい監督はもう一人、河瀬直美監督です。光を上映いたします。失うことの美学、消えていくことの美学、そして映画の本質というところにまで意を読んでいる素晴らしい作品です。それからその次は美しい星、吉田大八監督です。三島由紀夫の異色の SF 原作を現代に置き換えて、本当になんか不思議な愛すべき作品として作り上げていらっしゃいます。それから夜空はいつでも最高密度の青色だ、石井裕也監督でございます。最果て大志さんの詩を、石井さん独特の才能が映像詩として青色のユースと希望という格好に、塗り替えたような素晴らしい作品で、本当に期待できるものです。それから三島由紀子監督の幼の子我らに生まれ、これも本当に素晴らしい、家族は何かという普遍的なテーマなんですけれども、それを今の映画として本当に、名作として織り上げていらっしゃいます。最後にちょっと風変わりなアニメーション、湯浅正明監督の夜は短し歩け乙女です。京都の街を舞台に歩き続ける乙女、それが巻き起こす不思議な青春恋愛ファンタジーです。以上15本ですけれども、本当に素晴らしい作品が揃いました。上映後には、全ての作品の中で、女優さんたちとか、あるいはほとんどの監督がいらっしゃってくださいますので、ぜひとも取材インタビューよろしくお願いいたします。なお10月3日に日本外国特派員協会におきまして、河瀬直美監督をお招きしての記者会見を催しますので、どうかそちらの方にもいらっしゃっていただきたいと思います。以上15本をご紹介いたしました。ジャパンナウでした。安藤さん、ありがとうございました。まあ大変楽しいチョイスになっておりまして、全部見たいと、全部見たら今度はコンペが見られなくなるという、いつもこれ映画祭は頭を悩ませるわけでございます。岩佐監督の夜は短し歩け乙女は、つい2日ほど前にカナダのオタワ国際映画祭アニメーション映画祭でグランプリ、日本人として初めて長編グランプリの賞を受賞しまして、やはりそういったのもしっかりと選ばれてございます。さて続きまして、国際交流基金アジアセンタープレゼンツクロスカットアジア部門の発表です。2017年クロスカットアジア部門選出作品は、プログラミングディレクター石坂健二からご紹介させていただきます。はい、国際交流基金アジアセンターさんと一緒に、やっておりますこの部門でございます、クロスカットアジアです。これまで3年間は一つの国を選んで特集を行ってまいりました。今年はASEAN 創立50周年ということがありまして、なおかつ東京国際映画祭 30回ということで、ちょっとその祝祭的な何かアイデアをいろいろ考えまして、ネクスト東南アジアというタイトルになったんですけど、これはまあ分かりやすく言うとですね、特に欧米の映画祭なんかでは白紙委任状っていうやり方がございますね。ある監督なりそのゲストに、あなたが、上映してほしいものを1本選んで、映画祭はそれを持ってきて上映するというようなやり方があるわけですけども、ある意味今年はその白紙委任状的なことをちょっとやってみました。つまり東南アジアの各国を代表するような監督あるいは女優といった方々に、白紙人情というのは条件つけないやり方ですけども、あなたの国の若い人の映画を1本推薦してほしいと
というちょっと条件をつけた委任状をお願いしました。さすがに皆さん本当に熱心で、続々とですが、うちの国にこういう生きのいいのがいるとかですね、この映画は面白いよみたいなことで、パパッとこうお名前が上がりました。で長編の方もいらっしゃいましたし、短編を組み合わせて選んでくださった方もいらっしゃいました。巨匠たちというのはもちろんそのアピチャッポン監督であったり、トラ・アン・ユン監督であったり、そうそうたる顔ぶれだったんですけども、で全 10本といいますか 10プログラムですね、が今年のクロスカットアジアということになります。東南アジアの国々の若い作家たち、ネクストとつけたわけですけども、この方々の非常に生きのいいフレッシュな作品が揃っております。この右下の私のヒーローたち、これはマレーシアの映画ですね。女優のシャリファ・アマニさんが選んでくださったんですけども、これは昨日ですかね、ちょうどマレーシアの国内の映画祭でグランプリを取ったというような新しいニュースも入っておりました。さすがに目の付けどころがさすがだなというような新しいニュースも続々入ってきております。それから後半いきましょうか。はい、こちらまで含めて、各国の、先輩が選んだ後輩たちの作品ということになります。最後の、舌を噛みそうなカカバカバカバという、これは1本、これもやはりデジタルレストアでよみがえったフィリピン映画の、かつての30年ほど前の黄金時代の代表的な一本という、これが一つ入っておりますけども、あとはそういうふうな白紙人情に基づいて上がってきた先輩たちが後輩を選んだということでございます。どれもこれまたバラエティに、地域もジャンルもバラバラバラエティですので、お楽しみいただけるんではないかと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さて、昨年ワールドプレミア上映を行いましたアジアオムニバス映画制作シリーズ第1弾、アジア三面鏡2016リフレクションズに続きます第2弾の制作が決定いたしました。今回はアジアの監督との映画制作を中心に国際的に活躍します伊関悟さんをプロデューサーに迎えまして、日本を含むアジアの気鋭監督3名によって一つのテーマのもとにオムニバス映画を共同制作しまして、それぞれの国の文化社会を三面鏡のように映し出します。本日はその制作を担う日本、インドネシア、中国の3名の監督の発表をさせていただきます。日本からは松永大志監督、先ほどザ・イエローモンキー音時のドキュメンタリームービーを、撮りまして今回の TIFF にも参加されます松永大志監督、そしてインドネシアからはエド・ウィン監督、中国からはテグナー監督、この3名によるオムニバス映画になります。来年の第31回開催にてワールドプレミア上映となります。ぜひご期待ください。続きまして日本映画クラシックス部門です。クラシックス部門の目玉企画であります歌舞伎座スペシャルナイトは今年で4回目を迎えます。第30回を記念する本年は日本映画の巨匠衣笠貞之介監督が第7回カンヌ映画祭でグランプリを受賞した地獄門を 4K デジタル復元版英語字幕付きで上映いたします。また注目の舞踊ですが、市川海老蔵さんによります歌舞伎舞踊男立て花の吉原を上演いたします。この作品は東京では初めての上演ということだそうです。日本が世界に誇る歌舞伎舞踊と日本映画の名作を歌舞伎座で楽しむ贅沢な一夜、歌舞伎座スペシャルナイトにぜひご期待ください。今ご紹介しました作品に加えまして、今年の日本映画クラシック部門のラインナップも決定いたしました。溝口健二監督の三笑太夫 4K デジタル復元版、黒澤明監督の影武者 4K デジタルリマスター版、そして今村翔平監督の奈良山武士公デジタルリマスター版、日本映画の名だたる巨匠が残しました名作3本を一挙公開いたします。
また今年も東京国立近代美術館フィルムセンターでは昨年の UCLA 特集に続きまして、今年はジョージ・イーストマン博物館映画コレクションにてアメリカンクラシック映画の特集を行います。こちらもぜひご期待ください。続きましてユース部門の発表です。昨年新設されましたこちらの部門にはティフティーンズ、ティフチルドレンという2つのカテゴリーがございます。中学生以降を対象にしたティフティーンズの上映作品はこちらの3本となっております。プログラミングアドバイザー田平光雄氏を迎えまして、心理スリラー、ハートフルドラマ、そして王道青春映画と3本の個性的な作品を上映していきます。目玉企画でありますティフティーンズ映画教室2017は、中学生を対象に夏休みの9日間を利用しまして実施されました映画制作のワークショップです。諏訪信弘監督を特別講師に迎えまして、これまで全国で子どもたちを対象に映画制作ワークショップを実施してきました子ども映画教室の土井悦子さんとともに、公募で集まった23人の中学生が脚本作り、撮影から編集まで主体となって映画制作を行ってきました。映画祭ではメイキング映像とともにその見事な成果をワールドプレミア上映いたします。ぜひ皆様楽しみにしていてください。また小学生までを対象にしましたティフチルドレンの上映作品はこちらの7本となっております。チャップリンとキートンの名作を生演奏や声優公演ライブなどでお届けします。チルドレンはもちろん親御さんも大喜び間違いなしの上映となりますでしょう。皆様ユース部門ぜひ楽しみにしていてください。さて第30回東京国際映画祭では、世界より特に熱い注目を浴び続けている日本のアニメーションをより世界へと発信していく特集企画を今年も実施いたします。日本のアニメーションが公開されまして100周年という記念すべき今年なんですが、世界最大級のアニメーション映画祭アヌシー国際アニメーション映画祭をはじめ、国内外より今最も注目されている映画監督の一人原敬一監督の特集上映を行うことが決定いたしました。それではプログラミングアドバイザーの氷川隆介より発表させていただきます。氷川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ご紹介に預かりましたプログラミングアドバイザーの氷川隆介です。原敬一監督、国内でもですね、文化庁メディア芸術祭、毎日映画コンクール等々、素晴らしい賞でですね、評価されている作家ですけれども、今回特集を組めることを非常に喜ばしく思っております。ラインナップはですね、今ご覧になっていただいている全7タイトルを上映いたします。一つ目はですね、エスパーマミ、これは原敬一監督が一番最初にテレビでですね、チーフディレクターという形で監督を務められた作品の劇場版で、星空のダンシングドールという40分の短編に加えまして、テレビシリーズから第54話第96話とですね、テレビ用のオリジナルとして作られた日本をですね、原敬一監督自身のチョイスによってですね、同時上映いたします。エスパーマミ、題名の通りですね、超能力を持った少女がですね、空を飛んだりテレポーテーションをするというような特殊能力を持った、魔法少女の系譜に属する作品ではあるんですけれども、非常にそのドラマチックなですね、ところ要素を重視しまして、魔法が必ずしも解決にならないというようなことをすごくユーモラスなタッチで描いている作品ですので、ぜひこの機会に原点として確認していただきたいと思います。それから2つ目はですね、映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲、これは2001年の映画になりますけれども、2001年を実際迎えた日本というのはですね、1970年の万国博覧会のあたりに昭和の子どもたちが夢見たような本当に明るい未来になっているのかというような、原敬一さん自身のですね、疑問をですね、本来はプログラムピクチャー的な年1回しんちゃんがお城を出して大暴れするというですね、ドタバタの中でですね、そこもきちんとやりながらそういった問題意識をですね、叩きつけて見に行った大人たちの涙を振り絞ったということでですね、一気に原さんの名前を高めた作品です。そしてその次の、同じ映画クレヨンしんちゃんのですね、嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦はですね、これは長年やはり原さんが温められていた時代劇の企画でですね、
特にこの中でですね、時代劇の戦国時代の合戦の描写がですね、おそらく日本で公開されているありとあらゆる実写も含めた映画の中ですね、きちんとした方式の中で描かれているということでですね、非常に高い評価を得まして、なおかつその戦国時代の結ばれない姫と侍のそういうラブロマンスというものをですね、まあ、しんちゃんとしてのちゃんとした、いろんなドタバタをやる中できっちり描いた作品で、これも文化庁メディア芸術祭で高く評価された作品です。そしてこうした作品を経てですね、カッパの空と夏休み、こちらは児童文学が原作なんですけれど、江戸時代からですね、眠ってきたカッパが現代社会に目覚めて、そして少年と巡り合って夏ひと夏の奇跡的な体験をするという、そういう映画ではありますけれども、そうしたカッパの世界から見た一体人間社会というのはどういうふうに見えるのかということをですね、まあ、いろんなその起伏なるお話の中である種批評的な描いた作品です。そしてカラフルは、これも小説が原作なんですけれども、自殺を試みた中学生が転生してもう一回人生をやり直すというですね、そこだけを取るとファンタジーなんですが、非常にそのあちに地のついた地方都市の家族の描写を積み重ねる中でですね、その中学生が自分の周りのいろんな彩り彩りの人の関係であるとかですね、景色の美しさに気がついていくという、そういう作品でございます。そしてこの始まりの道はですね、一つだけ実写が入っておるんですけれども、これは原敬一監督が常々敬服されている木下圭介監督、その木下監督がですね、戦時中に体験した母親とのですね、非常に短いドラマをですね、長編に仕立てた作品なんですけれども、その監督が監督を描くという、そういった作品はですね、大体歴史的にすごく傑作が生まれるケースが多いんですけれども、これもそのものづくり、あるいは映画の意味というのはどういったものがあるんだろうということでですね、非常にその映画の本質に迫った作品ですし、木下圭介監督の名場面集も同時に含まれてますので、まさにこの国際映画祭で上映するにふさわしい作品だというふうに思っております。そして最後の7タイトル目のサラスベリミス北斎はですね、江戸時代の浮世絵画家葛飾北斎とその娘大江のですね、生き妻を通じて当時のですね、職人たちが持っていたものづくりへの情熱、そういったものをですね、杉浦日奈子さんの有名な原作をもとに一本の映画にしたもので、これもある種今のアニメーションが持っているそういうポップカルチャーの役割とですね、響き合うような関係があり、国際的にも高い評価を受けている作品です。こうして7作品をですね、通じてみますと、どれもですね、非常にそのアニメーションの役割というものを理解しながら、本来日本映画が培ってきたいろんな伝統、そして映像でですね、物語を伝えるということをですね、きちんとやった日本映画中の中の日本映画ということがですね、お分かりいただけるんじゃないかと思いまして、今回国際的な注目の浴びる場で原敬一監督の全貌を、ぜひ皆さんでご覧になっていただきたいと思います。そしてですね、特筆すべきは今日場内でお配りしておりますけれども、この原敬一の世界というですね、パンフレット36ページのパンフレット、これに割と各種作品の詳細が詳しく書かれておりますが、これからフルカラー36ページのパンフレットをご覧になった方には入場特典として無償でお配りする予定です。しかもそれぞれの会には豪華ゲストのですね、スペシャルトークも用意されていますので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたらと思います。以上です。ありがとうございました。さあ、ここで特別なゲストでございます。本日は原敬一監督ご本人にお越しいただきました。どうぞ大きな拍手でお迎えください。氷川さんもどうぞ。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、はい、ようやくの登壇ということになりましたけど、まずは、原監督からですね、ご挨拶をお願いいたします。皆さん、今日はたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。原敬一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この T シャツは、これは、ね、気になりますよね。いや、これは 今作っている作品のヒントになる。あ、そうですか。まだ多くは語れないんですけれど、情報公開されたら分かる、はい、ものです。
。あ、そうですか。現在進行中のたくさん撮ってください、はあ、楽しみです。今回新作のヒントとなる T シャツですね。そういうことですか。あの監督、はい、まあ、今回ですね、東京国際映画祭で自分の特集上映をしたいというオファーを受けた時の率直な気持ちをお聞かせください。まあ、今ちょうどあの新作の制作中だったので、何かとそういうあのまあ過去作がこういうあの大きい映画祭で見てもらえるってことはそのためにもなるし、非常にあの嬉しく思ってますよ。そうですか。ええ、氷川さん、はい、なぜ今原さんの特集をしたいのか、はい、どこが特集上映の価値があるのか。はい、それはやっぱりですね、あのアニメーションっていうのはあのすごくやっぱり魔法とかファンタジーとかロボットとかそういったものを描くものだというふうに思われていて、まあ、実際あの原さんのキャリアの中でも、まあ、初期の作品そういう傾向があるんですが、やっぱりその選別されたものしか描かれていない、ある作家がこれを描きたいんだというものを集中して見せる、芸術だと思うんですよね。そういった要素を一番よく体現しているのはやっぱ原圭司監督の作品だと思うので、ぜひこの機会に映画の中の映画みたいな形で見ていただけたらと思っております。そうですか、はい、原監督、まあ、特集上映するならば、はい、何かこうぜひこういう形にしてほしいとか希望とかちょっとした条件とか、なんかそういうことは伝えたりしました？いや、それは特にないですね。まあ、人に見られて恥ずかしいものは一本も作ってきていないつもりなので、はい、そうです今回の特集上映というのはラインナップ見ますと、原さんの主な監督作をほぼ網羅した形にこれ氷川さんなってますよね。そうですね、特にやっぱ作家性ということで注目したので、まあ、本当は映画でもまだクレヨンしんちゃん何本かあったりするんですが、もう絞りに絞ったという形ですし、あとエスパーマミに関しては原監督ぜひなんかもしご推薦があればということでテレビ作品を選んでいただいたので、それも非常に嬉しく思っております。監督、中でも思い出深い作品は今回の上映作品の中ではありますか？まあそうですね、やっぱどの作品も自分のキャリアの中でとても大事にしている、まあまあまあと、まあ、ほぼ全てなんでなんですけれど、どの作品もやっぱり思い入れはすごくありますけれどね。まあ中でもでもやっぱクレヨンしんちゃんの大人帝国の逆襲という作品は僕にとってすごく大きいターニングポイントになった作品だったので、はいはいはい、それを海外のメディアの人に、まあ、海外のお客さんにも見てもらってどういう感想を持ってもらえるのかっていうのは非常に楽しみですね。まあ、アニメの枠組みを、まあ、超えた作品になりましたもんね、あれは。そうですね、まあ、あとはクレヨンしんちゃんで言いますと、嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦もさまざまな賞を受賞しましたが、これ子供向けアニメなのに、まあ、主要キャラクターが死んでいくっていう衝撃的なこう展開を含んでいて、そのあたりはどういう、こう狙いというかあったんですか？まあ、やっぱその大人帝国の逆襲の次の作品だったんで、まあ、その時にやっぱ僕の中で大きな変化があったので、まあ、シリーズものの映画、もう子供向けのね、ファミリー向けの映画とはいえ、なんかやっぱりそういう何かこう見た人の心に深く残るような展開をしたいと思って、そういう大事な主人登場人物が死ぬという展開にしたんですけどね、まあでも大反対されました、ね、スタッフからはみんなから。それはそうですよね、まあ、スタッフっていうよりも、まあ、偉い人たちから。あ、映画会社の偉い人たちからねでもそれをやっぱりこう作家としてこれ映画会社じゃないですけどね、主にテレビ局とか代理店で、はい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 、テレビ局テレビ局結構文句言うんですよね、いろいろと、で、それはもう監督がこれ作らせてほしいと押し返すわけですか、そういう時は。もう揉めました、本当に。もうだからもう、で結局最終的には原作者の水さんにそのプロットを読んでもらって決めてもらおうってことになって、で薄井さんがこれでいいですと言ってくれた。素晴らしいですよね。そういう意味で言うと、カッパの空の物語もなんかET のような少年と生物の出会いものかなと思うと、氷川さん結構残酷なんですよね。冒頭から結構ですね、まあ、カッパのお父さんが大変なことに、ね、やっぱりね、でも今そこだけ強調されたあれなんですよ、原さんの作品はね、基本的に希望を描く
作品なんですよ。ただ希望を描くためにはやっぱ世の中にある普遍的にあるそういったこともちゃんとセットにならないと希望が輝かないっていう、多分そういう構成になってるんですよね、うん、アニメだからといってその、はい、楽しいことばかりでファンタジックなことばかりではないと、それが固めちゃうと逆に嘘くさくなっちゃうということだと思うんですよ、うん、そこ意識してますか監督。もちろんあの、まあ、僕らの世代が子どもの頃見ていた漫画やアニメや、まあ、その特撮ものなどっていうのは、まあ、大体あの最後に主人公が死ぬっていう展開が多かったんですね、はいはい、でそういうものにすごく影響を受けて、まあ、自分も作る側になったんですけれど、いつの頃からか、まあ、あのやっぱりその子供に見せるものは非常にそのあの子供にショックを与えないものを作ってくれということをテレビ局とかが求めるようになって、はい、まあ、ある意味、ね、子供を信頼してるってことですよね、うん、もうそれもちゃんと受け止めてくれるってことで、うん、だからあいや僕らは子供の頃そういうもの見たけど別にひねくれて育たなかったし、そのショックっていうのはすごくいいショックとして心に残ってたんで、今でもそれを描いていきたい、ね、そうそう、そして監督はとにかく一本始まりの道というですね、木下圭介監督のご家族を描いた、まあ、実写映画がありました、うん、でこれは初めてのご自分での完全にオリジナル脚本ということで、はい、まさに原さんの世界なんですが、実写を撮っていかがでした、それは、今までのアニメを撮っていた人生の中で。あ、いや、ものすごく大きな変化がありましたね。やっぱり作り方が全く違うというのもあったし、最初はあの脚本だけの依頼だったんですけれど、脚本書いてるうちに自分で監督もしたくなっちゃって、で、まあ、自分であの監督もやらせてほしいとお願いしたんですよね、まあ、それはやっぱりその僕がやっぱ世界で一番好きで今でも一番影響を受け続けてる監督が木下圭介監督なんですよ。で、まあ、そんなすごい監督なのに、あの日本でも海外でも実はあまりもう見られることがなくなっていて、それが僕はすごく残念だなと思ってたんですよね。だからそれを機会に、まあ、あのもっと若い世代の人にこんなすごい監督が日本にいたんだよっていうことをあの強く訴えたくて、うん、もう本当あの怒りに満ちて作ってましたね。そうですか、うん、見とけよお前ら非常に温かな映画ではありましたが、その内面は怒っていたという、うん、そうそう、なんか興奮してました、はいはいはい、興奮していた。でその後撮られたサルスベリ北斎の親子の物語は、これもまたあの氷川さん名作ですよ ね、 そうですね、本当にあの心に残る、あのやっぱ江戸時代ですね、あのああいった文化っていうのは今でも形を変えて脈々とある部分もあるし、隔絶しちゃった部分もあるし、その両方が入っててよかったですよね、うん。その怒りに満ちた実写を撮った後ですね、まあ、興奮した実写を撮った後のこの、その時代交渉もしっかりしたアニメというに戻ってきた時どんな感覚でした？いや、まあ、だからその実写っていうのはやっぱそのアニメよりスピード感がもう全然違う、早いんですよ、ええ、でそういうあの撮影期間は本当3週間だったんで、それで映画 の、 あの、まあ、ほぼ完成系が出来上がるっていうすごいスピード感を体験してしまった後だったんで、またあの絵コンテを一コマ一コマ描く仕事に戻った時になかなかね、あの、うん、もちょっともう本当に面倒くさいなと思いましたそれがアニメですもんね、ええ、そうなんです、ええ、しょうがない、その代わり全て自分の思い通りに動かすこともできるんじゃありませんか。そうなんです、ええ、だけどそのそれを考えるのが面倒くさくなっちゃったっていうまあでもあのね、幸いあの原作がこれもやっぱり、まあ、木下監督と並んで僕が大好きなあの作家の杉浦日奈子さんの原作だったんで、はい、まあ、その原作に本当に忠実に、これはこれでまただからまたその杉浦さんっていうのも、まあ、若くしなくなっちゃって、まあ、今でも好きな人はいますけど、もうあまり若い人には知られていない作家、こんなすごいあの作家が日本にいたんだと、
いうことをやっぱりちょっと今の観客に知ってほしくて、これもまたちょっと怒りに怒りを持って伝えたいという思いが強いわけですね。しかしそれだけ面倒くさいって言いながらもあのクオリティ背景も素晴らしい作品でサルスベリもありました、うん、さあそしてもうとにかくこれもう30ページ以上のがただでみんなに配られるという、これどうですか、すごいですよね。いやこれはね僕もね素晴らしいものができたと我ながら思ってますけど、これは私も、まあ、僕が作ったわけじゃないですけど、見た瞬間売ればいいねと思ったぐらい、はい、でもまあ映画祭ですんでこれも得点つくという映画祭ならでは ね話題になると思います、はい、まあ、まだまだ実は藤子不二雄さんの話とかあるんですけれども、まあ、そのあたりは当日、はいはい、映画祭でまたお話をお聞かせください、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。市川さんと原圭一監督でした。どうぞ。さて、これからですね、質疑応答の時間ということにさせていただきたいと思います。先ほどの原圭一さんにもまた参加いただきますし、その前にご登壇いただいたゲストの皆さんも改めてこちらにご登壇いただきまして、記者の皆さんの質問に、答えてくださいます。この時間はですね、ゲストの登壇している皆様に向けた質問をぜひともよろしくお願いします。また映画際に関する質問、作品に関する質問、こちらの方をお願いいたします。そして申し訳ございません、お時間の関係上お一人様一問とさせてください。マイクを回しますので、所属媒体名とお名前をお願いします。そして、挙手されまして、私の方で、ご指名させていただくという、そういった形でやりたいと思います。そして、記者会見の質疑応答の後ですね、フォトセッションへと移らせていただきます。まず最初に質疑の皆さんの写真撮影がありまして、その後ビデオの皆さんのムービーの撮影ということになっております。そのような段取りで進めさせていただきたいと思います。そこまでいきますと記者会見は、記者発表の方はですね、今日終了ということになります。中身が大変たくさんある濃厚な映画祭でございまして、30周年ということもありまして、お伝えする内容がとても多くなってしまいました。お時間もかかっておりますけれども、もう少しですので、すいません、お付き合いください。それでは準備の方ができました。特別ゲストの皆様、どうぞ皆様改めてステージの方にお上がりください。拍手でお迎えください。よろしくお願いします。ありがとうございます。瀬々監督、森口さん、佐々木さん、大久さん、そして、原監督という形で、並んでくださいました。ではですね、ご質問のある方挙手にいてお願いします。あ、じゃああちらの方、はい、マイク回しますのでちょっとお待ちください。前から3列目の、はい、フランス店の及川と申します。森口さんと佐々木さんにご質問です。AV 女優を演じるにあたって、役作りのためにアダルトビデオとかをご覧になったことはありますでしょうか。またご覧になったとしたらどのようなものか伺えればと思います。はい、森口です。お答えさせていただきます。AV 女優さんを演じさせていただくという点で見るということはなかったんですけれども、さくらまなさんの出していらっしゃる本を読ませていただいたり、さくらまなさんがどういう意図を持って本を書かれたのかなというところを意識しながら、どちらかというと私はAV の世界に足を踏み込む主婦の役だったので、そちらの主婦という像の方をイメージしやすいように役作りはさせていただきました。佐々木さん、お願いします。はい、私も AV 女優の役なんですけれども、もともとのやっぱり原作の綾野という役から、この役はどういうふうに演じていこうというものを考えたので、実際のものを見るだったりとか、マナさんのことをマナさんになりきるみたいな感じのことで、事前準備はしてはおりません。なので意外と普通の女の子がその世界でどんだけもがいてるかっていう点をすごく重点を置いて役作りをさせていただきました。
ありがとうございます。ご質問のある方、あ、じゃあこちらの方、マイクを一番先頭の方に、はい、FP ハイム金剛です。佐々木さんに質問ですと、舞台 DVD のグラビアなどを経てもう10年前、芸歴10年を前に日本映画界のトップの映画祭でコンペティションで女優と、主演女優と、ここまで来れた理由とか原因とか何かあったら教えてください。私は結構流れに身を任せていくタイプでして、もともと舞台からやって色気がないと言われてグラビアを始めて映画まで今やらせていただいているので、もう本当周りの方に感謝の言葉でしかないですかね。でも本当にやってきてよかったなと思います。他の方への質問ございますか。ございませんか。あ、じゃあ奥の、今、はい、真ん中の奥の方、ありがとうございます。ちょっとお待ちください。時事通信の小菅と申しますけれども、監督さん、お二人というかお三人にちょっと聞きたいんですが、今回東京国際映画祭、まあ、30回目ということで、まあ、いろいろ言われながらも30回というのはなかなかすごい数字だなと思うんですけれども、まあ、今まで、ね、どういうふうに、まあ、この映画祭をご覧になっていて、で、まあ、これから40回50回に向けてどういうことを、ね、映画人として期待したいかというところをちょっとお聞きできればと思います。はい、根津さんお願いします。そうですね、まあ、東京という日本の首都でやられる映画祭ということで、まあ、自分たちの近しい映画祭だという感じはあったんですが、で、まあ、自分自身も、まあ、招待作品とか審査員ということで参加はさせていただいたことは何回かあるんですけども、まあ、映画祭となるとやっぱりこう一番大事なのは世界の人たちとの出会いとか交流とかそういう場だと思うので、まあ、今回コンペティションとかそういうことですけども、まあ、それ以前に、この映画祭がそういう出会いの場所であったり交流の場所であったりで、あと、まあ、映画っていうのは自由なものだと思いますから、そういう自由というものを、まあ、映画だけでなく守っていけるような映画祭であればいいと思うし、まあ、そういうことが何て言うんですか、まあ、ものすごく言いますと世界の平和につながればいいとは思ってます。奥さんお願いします。はい、第1回の時は私、高校生でして、あーふーん東京でそういうのやるんだへーぐらいのすごいとんがった感じで見ていて、それがだんだん大人になっていって、たまに足を運ばせてもらったりとか、まあ、見る側としている人間だったので、そうですね、すごくなんか不思議な感覚です。映画美学校というところに、入ったのが20年前になるのかな、もその時も同じ学生同士で割ととんがった目線でこの映画祭に足を運ばせてもらいながら、ああでもないこうでもないといろいろ言っていたものですから、なので今この30回目もとんがった目線で見ている若者が結構いると思うんですけど、まあ、やらないよりはやった方が絶対何事もいいですし、その皆さんの愛情とかそういったもので育ってきた素晴らしい映画祭だと思うので、これから の, 40回50回とずっと私も関わったり見たりしていければいいなと思っております。原さんお願いします。はい、僕はまあ、アニメーションの監督なので、まあ、この東京国際映画祭は、まあ、やっぱ実写を中心にした映画祭なのであまり縁があるとは思っていなかったんですけれどね、今回こういう機会を作っていただけたことはとてもありがたいと思っていますし、まあこの先もねこの映画祭が続いて、まあ世界4大映画祭ぐらいのカンヌ、ベネチア、ベルリン、東京ぐらいに言われるぐらいな映画祭に育っていってくれればいいと思うし、多分今そのアニメーション部門のコンペティションはないと思う。まあアニメーション部門に独立しなくてもいいんですけれど、そのコンペにアニメーション作品も、ちゃんと混ぜてくれるような映画祭になってくれればいいなと思っております。その時にはぜひ僕の作品が入れるように頑張りたいと思います。そして山田さん、
映画初出演でいきなりコンペ作品、そしてこういう会見に立ってます。どんなことを期待してますか、映画祭に。どんなこと楽しみですか。私がこういうの言っていいんですか、はい、私が言うんですか、はい、初めてだから。本当ですか。期待してる、うん、期待してる、そうですね、なんか私が言うと全部上から目線な気がして、ちょっとなんか言いにくいんですけど、楽しみなこと、楽しみなこと、そうですね。でもそうですね、まあ、私の口から言うのもあれなんですけど、でもさっき全然監督とか皆さんが言ったように、まあ、見てる人がなんか少しでも共感してくれたり、なんか自分の持ってる、なんだろう、思い何かがちょっとでも軽くなるような、そんな映画が、ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、いやいいですよ、初めてですから、はい、が今後もっと多くの人に見てもらえるような作品が出たらいいなと思います。すいません。いえいえ、ありがとうございました。もうヤング部門もありまして、そういったね、映画始めたばっかりの方々もやはりみんなで紹介していこう、いろんな視点がありますんで、ありがとうございました山田さん。さあといったところで、すいません、お時間となってしまいました、ここでですね、フォトセッションに移らせていただきたいと思います。まずは、スチールカメラの皆さんのお時間でございます。ブーリーのカメラに対してのフォトセッション、じゃあこちらからお願いします。すいません、ちょっと待ってもいいですか、はい、ありがとうございます。オフィシャルです、お願いします。はい、手を振ってください。はい、じゃあ次こちらの方お願いします。すいません、メッセージいただけますか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、以上でございます。監督、キャストの皆さんに大きな拍手をお願いします。映画祭当日も楽しみにしております。ありがとうございました。質疑応答フォトセッションはこれにて終了でございますが、ご質問のある方、運営関係などありましたら会場におります映画スタッフまで。